こんにちは、シエルです。最近仕事ができない状況が続いているので、気分がこうなったり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 、こうジェットコースターみたいな感じの、メンタルなんですけど、すごい嬉しい出来事があって、朝から泣いたの。私がすごいなんか感謝の気持ちが溢れてちゃって、で号泣したんだけど、私本業がマジシャンで、イベントとかそういうところに、出張マジックみたいな感じで結構日本中を飛び回る生活をしていたので、今外出自粛とかになって、もうね、仕事は1ヶ月以上してないし、1ヶ月以上誰にも会ってないかな。もうずっと家に一人でいるから、毎日おうち時間どう過ごすかって感じなんだけど、今まではそのいろんなところに飛び回って、マジックを通じてね、皆さんに楽しい時間を過ごしてもらいたいなと思いながら、こうみんな応援してますみたいな感じのコンセプトで、この何年もね仕事をしてきたんだけど、最近はさ、もう本当に仕事ができなくなっちゃったから、すごいなんか無力だなって思ってたんですよね。そう、何もできないなみたいな感じで、応援したいとかしたのに、なんか全然応援というより何もできないみたいな。そんな中で、以前マジックのお仕事をさせていただいた企業さんから連絡が来たので、その内容が、エンタメ業大変だと思いますが大丈夫ですか、困ってることありますか、何かできることがあれば何でも協力しますので、みたいな、そういう連絡をねいただいたんですよ。それを見てなんかすごい泣いた。もう号泣みたいな感じで、今はねイベントとかができないけれども、またねこうマジックショーとかができる日が来たら、その時は絶対呼びますから、とかっていう、すごいなんか熱いメッセージももらって、そう、もう本当に感激。この1ヶ月ぐらいやっぱ全然仕事ができてなかったから、そんな中でねこう気にかけてくださったことがすごい嬉しくて、そう、本当にありがとうございますっていう感じなんですけど、でその企業の社長さんから連絡いただいたんだけど、以前お仕事をさせてもらった時に、私はそのパーティーの盛り上げ隊みたいな感じでマジックさせてもらったんだけど、その時に有名なタレントさんとかもゲストで来てて、謎のマジシャンみたいな私に対してもね、すごいね丁寧に親切に対応してくださって、でマジックショーも楽しくできて、すごい人の温かさを感じた日でもあったんですよ。そういう機会が以前あって、で今こういう状況になって、エンタメ業のことをね心配してくださったりとか、なんか私なんかのこともねすごい気にかけてくださっていた、その気持ちがすごい嬉しくてありがたいなって思ったんですよね。私がマジシャンを続けてる理由が、本当人との出会いだなと思ってて、私はマジックを演じて皆さんに楽しんでもらいたいなっていう気持ちでいるんだけど、マジックは一つの手段であって、実際はそのね、私空気感がすごい好きなんですよ。初めましての中でそのマジックをしたことによって、なんかすごい仲良くなれたりとか、会話のきっかけになったりとか、マジックに興味を持ってもらったりとか、共に過ごしてる時間みたいな、そういうのがすごい好きで、だからこそ10年以上ずっとマジックをしているし、大好きな職業なんですけれども、もともと人見知りだから、そんなに初めましての人と会話ができないんですよ。なんだけど仕事だとね、やっぱこのマジックのこのスイッチが入ることによってね、私自身はすごいいろんな人とね話もしやすくなったりみたいな感じで、で結構それが訓練されて、プライベートでも会話ができるようになったんだけど、そんな感じで、マジックに救われてできた人生でもあったりしてて、さっきも言ったんですけど、応援しますみたいな、それが私自身のそのテーマみたいな感じだったから、今本当になんか何にもできなくなっちゃって、あーってなってる中で、なんか逆にそういうお世話になった人たちが応援しますって言ってくださる、その言葉がすごい心強いし、すごいパワーになって、今はねこうイベントはできないけれどもね、未来を信じて生きていきたいなと思いました。私の今の現状をお伝えすると、依頼が来てた仕事は全部キャンセルと延期で、今年の仕事はほぼゼロです、なしみたいな感じで、まだまだねちょっと先が見えないなって思ってるんですけど、こうやってねちょっと大変な時にね連絡をくれたりする方たちにも感謝の気持ちで溢れています。この1ヶ月以上仕事はもちろんですけど、家族とかにも会ってないし、誰にも会ってない状況なので、なんかたまに話し方を忘れちゃうんじゃないかなとか思っちゃうんですよ。 YouTube 撮影だからこの画面に向かってずっと喋ってる感じで、こうやっていつもね動画見てくださってる皆さん本当にありがとうございます。コメントも嬉しいです。 SNS も見ていてくれたりとか本当に嬉しいです。なかなかねこうイベントとかそうやってお会いできる機会っていうのはないんですけれども、でもこうやってねつながれてることに感謝だなと思うし、あとは本当に私はこの画面上に向かって
話ができてることはすごい救いになってると思います。1ヶ月ぐらいさ、もう無言で過ごしてたら声が出なくなりそうだよね。この状況がね、いつまで続くかわからないんですけれども、前を向いてね、頑張りたいなと思います。はい、ということで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。